こちらです。彼らがお互いをからかっているのを見るのは本当に面白いです。笑い、いつも幸せな気持ちにさせてくれてありがとう。NHK もありがとう。続編の放送後、翔くんの表情や行動はソーシャルネットワーク上の大きなコミュニティで積極的に共有されました。NHK プラスで私たちを楽しませてくれたアイドルのパフォーマンスは、まさにし踊るものでした。 特に注目すべきは、赤べこの動きからインスパイアされたアドリブの数々です。これはまさに芸術の域。首をぐるんぐるんと回すその一瞬が、視聴者に驚きと喜びをもたらしました。紫輝くんは、振り覚えが早いことで知られていますが、それだけでなく、振付師さんの癖まで見事に盗んで踊る彼の姿勢は、まさに芸術の極み。これぞ真のエンターテイナーと言えるでしょう。彼のダイナミックな動きには、 視聴者を引き込む不思議な力が宿っています。読解力も高く、対応が早いと多くの人から評価されています。しかし、今回のパフォーマンスで見せたアーティストたちの魅力は、単なる技術的なスキルだけに止まりません。なんといっても、彼らのトークセッションは見逃せない要素です。紫輝くんや岸くんなど、メンバー同士のユーモアたっぷりのやりとりは、笑いと感動を同時に提供してくれるのです。 例えば、赤部小畑痛たみたいなという紫輝くんの発言に対する岸くんの即答は、まさにコミュニケーションの魔法。その場その場で繰り広げられるボケとツッコミの応酬は、お笑い芸人の漫才以上に笑いを届けてくれるのです。ボケとツッコミの相互作用は、まさにアウンの呼吸。これが、仲の良いメンバー同士でしかできない深骨頂のエンターテインメントなのです。た、番組内でのトークセッションも見逃せません。 メンバー同士がお互いに突っ込み合い、笑い合う光景は、ファンにとっては一大エンターテインメント。お笑い芸人の漫才にも負けないほどの笑いを提供してくれています。特に、ボケと突っ込みがコロコロ変わる中、全員がそれにしっかり対応できる様子は、まさに天才的な連携プレイ。彼らの仲良さと息の合った掛け合いは、まさにアウンの呼吸でしかできないコントのようです。 最後に NHK プラスの制作陣にも感謝の意を表したいですね。毎回楽しいタグやコメントがつけられていることも視聴者とのコミュニケーションを感じさせます。これからも期待しています。NHK プラスの素晴らしいコンテンツから得た喜びや驚き、そして笑い。これは単なるエンターテイメント以上のものであり、コミュニティとイベントの社会的影響を考える上で、我々に新しい視点を提供してくれるものです。 どんな瞬間も大切にし、共に楽しむ喜びを大切にしましょう。最後になりますが、これだけ素晴らしいパフォーマンスを提供してくれるアイドルたちだからこそ、ファンからの愛を感じることができます。視聴者に楽しい時間を届けてくれる NHK さんにも、心から感謝の意を表します。これからも期待を込めて、彼らの魅力がますます広がっていくことを願っています。さあ、次のステージでどんな驚きが待っているのでしょうか ワクワクが止まりませんね。